まず今回こうテレビ版、構想というのはこれどういう経緯で作ることになったんでしょう。6時間ぐらいあったんで、それからまあそれじゃ上映できないからってことで、まあその日もとにかく満島ひかりとは大喧嘩ばっかりしてたんで、もうとにかくカオスだったんで、皆さん全て終了しました。お疲れ様でした。作らなければよかったよと思うことが何回もあった。まあ相当きつかったと思いますね。主役の西島くんなんかは撮影終わって玄関で靴を脱ごうとした途端睡魔に襲われて、ハッと目覚ましたらもう出かける時間なんで靴を履いたままでよかったなっていうふうに言ってたんで、そのぐらいまあハードだったっていうのは間違いないんで、そんな映画はその後もなかったと思うんですよ。全部教室の血は全部自分でやってるんですけど、まあ、いつも血のところは常に自分でやります。なんで監督がそこまでやるんですか。俺がやらなきゃどうすんだよ。あのドラマってすごいエピソードがものすごいいろいろあるんで、自分を発見するんですよね。あれはロケ地が何も見つからなくて、いいロケ地がシナリオ上では山の頂上だったんだよね。まあ本当は実際の事件は今とそのものだったんで、うん、今後例えば愛の抜け出しの、まあ、続編ですとか、ここから派生した新たな物語が作られる可能性ってのはある。いや、これの続編はないけど、